どうも、新潟県住みます芸人の大谷ってやつですよ。もう一つやつですよ。こめかみマッサージってやつですよ。というわけでですね、今回は新潟市中央区にありますバンダイという場所にやってきました。バンダイは若者の中ではもうすごい人気の場所でございまして、いろいろね、もうすごいたくさんの服屋さん、建物が並んでいる場所でありまして、その中にございますバンダイシティバスセンターという場所があるんですよ。バスセンターの中にあります立ち食いそば屋さんのカレーをご紹介したいと思います。こちらのカレーも本当に全国では有名になりつつあるんですけども、やっぱり新潟といったらこちらのカレーは欠かせないので、そちらの方をご紹介したいと思ってやつですよ。バンダイそばさんにやってきました。そして店長さんにお話を伺いたいと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。こちらの、はい、このバンダイそばさんって、はい、これ創業ってどれぐらいなんですかね。1973年なので、うんうん、まあ50年ぐらいですかね。そうですね、今年でちょうど50年。はい、その中にあります、はい、バスセンターのカレーというのがすごい人気じゃないですか今。でこちらのカレーって創業当時からあるんですか。メニューとしてありました。あ、そうなんですね。でも蕎麦屋さんですよね。そうです。蕎麦屋さんとかうどんとかを、うん、扱ってる場所ですけども、なぜカレーも立ち上げた方 で、うん、でカレーもあって、うん、最初の頃はカレーはそんなメジャーじゃなくて、うん、うどんとか蕎麦に合うような濃度の合うカレーっていうのに聞いてあります。こちらカレーの特徴としたらどういったところが特徴なんですか。昔ながらと歌ってますので、うん、まあ、見れば分かるように黄色いですよね。そうですよね。辛さ的にはどう。後から辛みが、スパイスが来るっていう、うんうんうん、最初のうちは、甘みがあって、その後にスパイスの辛み、カレーの辛みが来る、はい、ずっと。じゃあもう50年ぐらい続いてるというコースよね。で、いつぐらいから、バスセンターのカレーがすごい人気になってきたんですか。それはですね、はい、多分このレトルトカレーっていうのがテレビとかのこう売れる前にも確かあって、うんうんうん、こういう、いろんな、ここにもあるように、売れる食材が整って、それでテレビにちょっと取り上げられてカレーが売れるようになったって聞いてますね。そうなんですね。売り上げとかそのお客さんの割合にすると、もうそばからもうカレーにかなり変わったって。種類、今ね、レトルトのカレーもありますけども、いろいろありますよね、せんべいにしたりとか。ふりかけと、ラスク。ちなみにこれって、もう全国で買えるものですか。多分扱ってるところはあると思いますね。で、カレーライスもそうなんですけども、カレーそばがあるじゃないですか。カレーそばっていうのも昔からですか。オープン当初にカレーのメニューとしてのうどんとそばとカレーライスと、だからもう そもそもあったわけなんです。もう昔からあって、あっ、今じゃもうすごいことになってるの、ね、カレーライスがもう一人歩きしちゃったと、ちぐいそば屋さんなのにそうなってしまったという、そうなんですね。いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあそれではカレーライスいただきたいと思います。いろいろあるんですよ。ミニとか普通とか大盛りとかね、あって、じゃあ普通のカレーライスいきましょうか。行きましょう。こちらでカレーライスお願いします。はい、はい、すごいんですよ、早いんですよここって。もう出してもうすぐ出ますから。でちなみに新潟県でカレーの消費量っていうのが1位らしいんですよ。だそれぐらい皆様がカレーを食べられてると。これカレー文化なんですよね、実はね。早い、来ました。今すごいですね、大盛りのようなボリューム感、早かったですね。もう体感10秒ってやつですよ。はい、じゃあそれではカレーいただきますってやつですよ。いや、美味しそうですね。で確かに色が黄色っぽいで、福神漬けもついてて、これまるでこう僕の衣装と同じってやつですよ。カレーライスじゃないですか、僕も一緒の色合い。
うわー、いただきまーす。うん、もうこれはもう、うん、あー、うーん、うまいんだ。タレだけにまろやかな口当たり、もうとろみのあるね、こう優しい食感で、後からスパイスが効いてくる。黄色のこの優しい色合いから想像できないようなスパイスが後からブワーッと効いてきて、それが癖になりますね。いや、これはハマりますよ。こうちなみによくね、新潟にも大阪のね芸人さんとかも来られたりするんですけども、大阪の芸人さんがこれバスセンターのカレーすんごい気に入って帰るんですよね。そのやっぱりなんか大阪で食べてた懐かしい味だって言って、すごい気に入ってレトルトカレーも買われて帰られる方もたくさんいらっしゃるぐらい、このバスセンターのカレーこの魅力があるというね。うん、うん、はい、というわけでこちらカレー完食したってやつですよ。口の中にちょっとスパイスが効いてるのもまた癖になるんですよね。で、温まります。ほんと体もこれすごいとろみがあって、もうこのカレーのね、この美味しさ、旨味がすごい詰まったこのルー、最高でございます。まあ、ね、結構ね、もういろいろ今じゃ有名になりつつあるこのバスセンターのカレーでございますけども、まだ食べられてないという方、ぜひこちら新潟に来てですね、このバスセンターのカレー食べていただきたいなと思いますので、というわけで以上、新潟県すみます芸人の大谷ってやつでした。バイバーイをせずにテーブルをキュッ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 、ありがとうございました。